AWA 初挑戦となったハワイでの戦いは、ニックのうまさに鶴田が若さをぶつけて挑んだ一戦となった。日本の皆さん、こんばんは。こちらはハワイホノルルのニールブレイゼルセンターであります。全日本プロレスの海外特別試合第2弾、ジャンボ鶴田が挑戦いたします AWA 世界ヘビー級タイトルマッチのメインイベントを迎えようとしております。すでにジャイアント馬場選手はシカゴでブッチャを破りまして PWF のベルト奪回に成功しておりますので、ぜひこのニールブレイゼルセンタージャンボ鶴田の健闘を期待したいところであります。解説の山田さん、ニックのですね、チャンピオンニックの動きはどうでしょうか。非常にいいですね。あの体の色つやが非常にいいです。もう、ベストコンディションだと思いますね。はい、一方倉持アナウンサー、ずっと、シカゴ、ミネアポリス、そしてホノルルと鶴田についてきたんですけれども、体調はどうですか。非常に寒いですね。 AWN ゾーンからこの常夏のハワイにやってきたわけなんですけれども、コンディションがどうかなという一抹の不安がありますけれども、はい、まあ、やってくれると思います。そうですね、昨年秋田での一戦ではタイムアップの引き分け、内容的には鶴田が押していました。十分 AWA 世界のタイトルを取れる、そういった実力はこのニュースデルセンターで実現するのではないかと思われます。どうぞ、まもなく始まります。解説は東京スポーツ新聞社の山田隆さん、そしてゲストに、ただいま試合を終わりました8ヶ月ぶりに、PWF のベルトを奪取いたしましたジャイアント馬場選手においで願いました。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、どうですか、ハワイに帰ってきますと本当にいい感じがいたします。大きな歓声を受けてジャンボ鶴田が今リングに登場してまいりました。馬場さん、やりやすいんじゃないですか。そうですね、まあ、気候もいいしですね、日系の人もたくさんいらっしゃいますしね、はい、さあここで花道を通って AWA の世界ベルトを胴に締めまして、チャンピオンのニック・ボック・インクルが今登場してまいりました。これより両選手の紹介が行われます。両選手紹介の前にロード・ブレアース PWF 会長よりタイトルマッチ宣言です。 Tonight's AWA Heavyweight Championship here at the beautiful Neil Blaisdell Center pits two of the finest wrestlers in the world today and the persons of challenger Jumbo Shiruta of Tokyo, Japan and the AWA champion of the world Nick Bockwinkel from Beverly Hills, California. This great event is under the authority of the AWA and sanctioned by the Pacific Wrestling Federation, witnessed by Lord James Blairs, president of the PWF and Mr. Stanley Blackburn, president of the AWA. Domo arigato gozaimasu. And now we'd like to introduce the two young ladies who are going to present flower lays from Timmy's Gym, Miss Arlita Spears and Miss Kathy Chang. 試合に先立ちまして、この放送のスポンサー日課ウイスキー遺跡納期木桜酒造、この放送のスポンサー日課ウイスキー遺跡納期木桜酒造大光薬品工業横浜ゴム三菱自動車より、両選手に花束ではありません、これはハワイ名物のレイです、送られております。そしてジャンボ鶴田に、あ、横顔にキスを受けました。ちょっと照れております。さあ両選手の紹介です。Introducing the challenger from Japan at 243 pounds, Jumbo Tsuruta. The champion from Beverly Hills, California at 245 pounds, Nick Bockwinkel. Bockwinkel. The referee will be Wally Tatsumi. 本日のメインイベント AWA ヘビー級選手権試合60分3本勝負を行います。赤コーナー挑戦者250パウンドジャンボ鶴田、青コーナー AWA ヘビー級選手権者250パウンドニック・ボックインクル、レフリーウォーリー・ツミ、チャンピオンよりチャンピオンベルトの返還でございます。第13代 AWA 世界ヘビー級チャンピオンのニック・ボック・イングルが今そのチャンピオンベルトを本部に預けたところであります。 PWF のロード・ブレアス会長が
満員のお客様にこのベルトを見せております。いよいよこのベルトをめぐってニューチャンピオン第14代のチャンピオンジャンボ鶴田が登場するか、それとも3年4ヶ月保持してまいりましたニック・ボック・インクルがまたもやこのベルト防衛に成功するか、期待の持たれます AWA 世界ヘビー級タイトルマッチ。レフリーのウォーリー堤、そして PWF ロードブレアス会長、チャンピオンのニック・ボック・インクル、チャレンジャーのジャンボ鶴田、リングの中央でレフリーのウォーリー堤より試合の注意を聞いております。解説の山田さん、はい、挑戦者のですねジャンボ鶴田、もう赤銅色の胸板、顔も焼けてますね。そうですね、ハワイ入りしてから、はい、かなり走り込んだりですね、合間を見て日光浴をしたりと、まあ、最終的な体調調整と言いましょうか、はい、やってましたからね。さあベルが鳴りました。日本ですとゴングが叩かれるわけですが、ここはハワイのリング場、ハワイホノルルニールブレイブルセンター、ベルが鳴りまして AWA 世界ヘビー級タイトルマッチ、両選手がリングの中央で手4つの体勢、力比べです。念願の世界ヘビー級のタイトルダッシュを狙います。力が入ります。チャンピオンのニック・ボック・インクル、黒いタイツ、そしておなじみの金髪姿はもう昨年の暮れ78年世界最強タッグ決定リーグ戦で日本のファンの皆様にはおなじみであります。まあ、馬場さん、はい、夢のドリームマッチといたしまして、秋田でこの両雄は対決しておりますよね。30分フルタイム、試合を終わりまして馬場さんがこの AWA 挑戦を申し込んだというふうに聞いてますけれども、まあ、あの時にですね、はい、非常にジャンボは転倒しましたしね、そういう意味で、なんていうか、挑戦してもですね、はい、ジャンボが挑戦者として不足はないと思うんですね。そういう意味でね、はい、挑戦を申し込んだんです。これはね、はい、非常にねニックのなんていうか、いいところっていうか、今もうジャンボ本当に攻めてますよね、初めから、はい、ジャンボの攻めるところはないんです、初めからスタートしてから全くありませんね。そういう意味でね、やっぱりなんていうかな、その経験というものがねもう生かされてます。もうジャンボも随分くたびれてますよ、首を絞められてね、このスリーパーホールドもかなり長時間決まってますね。だからもうこれだけ攻められるとね、ジャンボもスタミナロスしますからね、早くジャンボが攻め替えなきゃいけないですね。さあまたもやリングの中央であります。テオッツの体勢、力比べであります。なんとかこのニックの連続攻撃を払いのけたいチャレンジャーのジャンボ鶴田であります。さあどうだ、力が入ります。日系のファンから大きな声援、笛も吹かれています。さあどうか、今度のアピール、レフリーは認めません。あっとこれは気がついたようですね。見ましたね、はい、カウントを数えました。レフリーのウォーリー堤であります。この辺は整然としています。さあここで両選手が離れました。この後の攻撃、チャレンジャーのジャンボ鶴田に期待したいところであります。さあ両選手が体をそばにくっつけましたが、ロープサイドでエルボーを見せました。ニック・ボック・インクル、まあ、今回この海外遠征でジャンボ・ツルト選手はシカゴで天竜と組みまして、ガイ・ミッチェル、ロジャー・カービー組と対戦、そして2月の11日今度はミネアポリスでジム・ブランゼル、グレッグ・ガニアと対戦。まあ、馬場さん、はい、この AWA 圏内でジャンボ鶴田選手が、まあ、このメインストリートをのし歩いてきたという外伝が入っていますけれども、こういったその現地の人たちはジャンボ鶴田についてはどういう印象ですか？そうですね、まあ、ジャンボとですね、鶴田がですよ、意外に強いのでみんなびっくりしてましたね。なるほどね、さあその鶴田が怒りのハンマーを見せます。チャンピオンが自分のコーナーにうずくまっています。今の攻撃はいいですね。そうですね、やっぱりもっともっとガンガンいってですね、主導権を取らなきゃいけないですね。なんとか連続攻撃をやらなければいけないという師匠のジャイアント馬場選手であります。まあ念願の世界タイトルを取るためには
ジャンボ鶴田選手の4つのスープレックス、そして世界一のドロップキック、こういった技、空中技が必要になってくると思われるんですが、まだそういったチャンスは見えませんね、山田さん。いやー、やっぱりね、この前も馬場選手にね、今日の試合の攻め方というのをいろいろアドバイスを聞いたんですがね、はい、とにかくジャンボが自分の持ってる技をどん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 仕掛けていって、そのチャンピオンのニックにその不安感を抱かせなきゃダメだと、いうことをね、まあ、言ってたんですがね、今のところ全くその肝心の技を出すチャンスが回ってこないですね。ということはですね、チャンピオンのニック・ボック・インクルが技を出させない、そういううまいリード、自分のレスリングをやってるということですね。そういうことですね。今やっと左の腕ですか、ハンマーロック、ハンマーに決めましたね、はい、ダブルに取りましたね。ここで飛び蹴りなんかもね、有利だと思うんですけども、はい、今日はね、このリングが非常に大きいんですよ。もう桁外れに大きいんですね。ですから飛び蹴りを吉村すかされるとですね、はい、マットも硬いしですね、危ないですね。ですから、そういう意味でね、はい、飛び蹴りも用心しながらかけなきゃいけないですね。なるほど。日本の全日本プロレスのリングは6メートル四方でありますけれども、このハワイニールブレイデルセンターのリングは7メートル近い一辺の長さであります。四角形の四角いジャングルの中、 AWA 世界タイトルマッチ、ニック・ボック・インクルの左の腕を完全にハンマーに決めています。こういったグランドでの展開はなかなかこのチャンピオンとしてはどうなんですか、自分のムードなんでしょうか。いや、必ずしもそうじゃないでしょ。今はね、むしろこのくっついていた方が、いいと思いますよ。ジャンボとしてはあんまり離れてですね、戦うことできないわけですけれどもね、はい、もう細かい反則がね、どうしても出てきますからね。あ、まともや髪の毛にニック・ボック・インクルの右の腕が髪の毛を握っている。そしてロープを利用して体当たり、もう一回行くところがっちりとハンマーに抑えました。ジャンボ鶴田、ハワイホノルルニールブレイゼルセンター、大きな歓声であります。まあ、続々とお客さんが詰めかける時刻に、まあ、この2月最大と言われるぐらいな大きな雨、スコールがありましたんでね。そうですね、少し観客の入りが心配されたんですが、なかなか入ってますね。もうこれは広い会場ですからね、素晴らしい、しかしアリーナですね、はい、もうこういうリング上でね、やはり試合がやれるということはね、本当に素晴らしいことですね。円形のこのニールブレイデルセンター、最上段の席からこのリングを見ますと本当に光の中に浮かび上がっているという感じがいたします。がっちりとハンマーに押さえています、チャレンジャーのジャンボ鶴田。まあ、大会場での鶴田の経歴を調べてみましたら、昭和49年にはニューヨークのマジソンスクエアガーデンに登場、人間風車でジョニー・ロッズを破りました。そして NWA の総本山、プロレスのメッカキール・オーデトリアムにも登場、そしてグリーンズボロのコロシアムにも一昨年に登場しました。マイアミビーチコンベンションセンターでは UN チャンピオンのロビンソンを破りまして、19日ぶりに UN のベルト奪還に成功。そして2月10日はシカゴのアンフィシアターで登場というふうに、まあ、大試合大会場の会場を紹介したんですけれども、このハワイホノルルの大会場ニールブレイゼルセンター、まあ、大会場慣れはしていますけれども、雰囲気的には先ほどリングに上がられた馬場さん、どうですか。そうですね、別に上がってる様子もないですからね、まあ随分いいと思いますよ今のところは。いい、はい。さあこの後自分のレスリング、どういった形で4種類の世界を制すスープレックス、そして世界一のドロップキックをどこで見せるか、怒りのポーズを見せましたジャンボ鶴田であります。右手は拳を握っています。真っ赤に焼けた顔、そして背中は赤銅色、もちろん胸板も赤銅色であります。先ほどからね、はい、そのニックの動きを見てますとね、細かい反則が多いですね。ロープに詰めておいて離れ際ですね、はい、いきなり肘打ちを仕掛けたり、まあ、髪を引っ張ったり、ただこれがね、そのものの効果はあんまりないんですけれども、まあ、おそらくジャンボをエキサイトさせようという作戦かもしれないですね。まあ、そのあたりよく注意しないと
相手の手に乗っちゃまずいですからね。しかし主導権はチャレンジャーのジャンボ鶴田ががっちりと握っています。ハンマーに決めました。ニックの左の腕をしごき上げています。まあ、世界タイトルをですね数えてみますと今まで過去7回 NWA の世界ヘビー級には挑戦しております。まあ、今回この AWA の世界ヘビー級には初めてということなんですけれども、まあ、昨年の1月20日昨年年間最高試合でありました NWA 世界タイトルマッチハリーレースとタイムアップの引き分けを展開してから非常にこのジャンボ鶴田選手大きく成長してきたような感じがいたしますよね。そうですね、そういう意味で、ね、タイトル慣れしてるんですよね、はい、もうそういう意味でもね、タイトルマッチをするという経験はですね、はい、十分ですからね、まあ、今日なんかチャンスあると思いますがね、こうやって腕を攻めるよりね僕は足を攻めた方がいいと思うんですがね、はい、がっちりとニック・ボック・ユンクルの左の腕を押さえたまんまであります。ハンマーに決めたまんまであります。ボックインクルもね、はい、飛び蹴りもやりますしね、何でもやるんですよ。ですから足を攻めていった方がもっと後になって効果が出ると思うんですよね。今の言葉をリング上の鶴田選手に教えてあげたような気もいたしますけどもね。しかし鶴田はがっちりとこの左の腕を攻撃目標に捉えています。もうこうなったらもう手を離さないことですね。なるほど、1点を集中して攻撃していくわけですね。そうです。まあ、鶴田選手のですね海外でのタイトルマッチを調べてみましたら48年3月にアメリカに武者修行に行ってその5月にですね NWA の世界タイトルマッチドリーファンクジュニアに22歳で初めて世界タイトル挑戦したんですよね、はいはい、その時にはそのドリーファンクジュニアからジャーマンスプレックスホールドで1本取っています。この時は負けてしまいました。しかし翌49年にはサンアントニオでザ・ファンクスを破りましてインタータッグダッシュ成功。そして一昨年 UN タイトルマッチフロリダで行われましたがロビンソンを破って19日ぶりに UN チャンピオンをダッシュしました。海外でのタイトルの経験は3戦2勝1敗であります。今日は1戦目コーナーに背中から持っていきましたジャンボ鶴田。これはいいぞ、いい攻撃です。この AWA 世界タイトルマッチは地元のハワイでプロレス中継をしております KGMBTV の協力をいただいて日本の皆さんにお送りしております。まあ試合が始まりましてベルが鳴りました。序盤戦はこのニックがですね非常に粘っこいいぶし銀の攻撃をジャンボ鶴田に挑んでおりましたけれども今度はこの鶴田がいいムードでレスリングの内容主導権を持っておりますのでなんとかこのムードでぜひ一本目を取りたいですね。そうですね、まあね腕を攻めていってね勝つということはね、はい、まあ腕はギブアップする以外にありませんからね、はい、そしてギブアップさすまでには随分時間がかかると思うんですよ、がっちりと AWA のチャンピオン世界チャンピオンの左の腕をハンマーに決めています。今回の海外遠征アメリカのシカゴそしてミネアポリスという AWA のメインストリートをカッポしてまいりました日本の期待ジャンボ鶴田であります。そして今晩はハワイホノルルのニール・ブレイズセンターより AWA 世界ヘビー級タイトルマッチチャンピオンに挑戦。しかしこの辺でチャンピオンがストンピングです。ジャンボ鶴田の横の腹のあたりに強烈なこれはトーキックが入っているようであります。顔面苦痛の表情、なかなかこの辺攻守が早いですね。やはり出てきましたね、こういった攻撃があるからね、はい、気をつけないかんわけですね。ロープに飛ばしました。そしてキッチンシンク痛めました。トーキックで痛めた腹のあたりにトーキックカバーに入りました。カウントは2。ジャンボ鶴田チャンピオンは払いのけました。そしてまたもやトーキックを見せます。トンピング、そしてパンチ攻撃、
ジャンボ鶴田につきましてはカウントが2。昨年秋田で対戦しておりますシングルマッチ、夢のシングルマッチでは30分を引き分けました。その後の印象などを後ほどまたお伝えしてまいりましょう。ロープに飛ばしました。そしてキッチンシンク、これはちょっと切れ味的にはまださほど深くありませんね。あのカウンターが十分じゃなかったですね。にリフト、膝を打ち当てました。カウントはどうか。連続してチャンピオンが3回カバーに入ります。チャレンジャージャンボ鶴田、苦痛の顔面、表情は苦痛の表情であります。髪の毛を取ってそのままニュートラルコーナーに、マットの最上段に持っていきました。またもやコーナーマットに頭を持っていかれましたジャンボ鶴田であります。ここで時間の方は25分が経過ということですね。そうですね、はい、サドラエルボーです。ロープの反動を利用してエルボー攻撃、ちょっとこれは効いているようであります。エルボースマッシュ、エルボースマッシュ、2連発、2連発でカバーに入った。どうか、初めてのカバー、カウントは2であります。そしてそのチャンピオンをロープに飛ばした、何が待っている、ダブルチョップ、師匠ジャイアント馬場伝授のダブルチョップであります。カバーに行ったぞ、これは不十分、カウントは2であります。もっともっとね、連続して技を出していったのがいいですよね、はい、今はその連続攻撃の糸口がつかめたようですね。いやいや、そういうとこはね、こうやってロープに逃げていくでしょう、はい、こういうね、その逃げ方がね、やっぱり、はい、彼のその得意なとこですよね。歓声が起こります。ホノルルのニール・ブレイゼルセンターであります。チャンピオンが追い込まれています。チャレンジャーの日本の期待、ジャンボ鶴田、エルボー攻撃がなかなかいい。チャンピオンがコーナーにぐったりとした表情、サードロープに背中をもたれかけています。お客さんの歓声も馬場さん、非常にこの鶴田の声援が多いですね。そうですね、日系の皆さんも非常に多い。さあ人間風車、人間風車、人間風車の体勢、これは決まりません。3回目のトライ、手のかかりが浅いですからね。あ、これではダメですか、グロッキーな表情があります。大きな歓声であります。観客席、チャンピオン危うしてあります。 AWA 世界タイトルマッチ1本目、長い試合になっています。1本目が争われております。コーナーマットに持っていく、この辺の自分が危険な状態、そういった状態からすぐりと攻撃を加えます。放送席の目の前です。ジャンボ鶴田、ものすごい汗がパンチで飛んできます。コーナーマットに持っていく、ジャンボ鶴田がセカンドロープに体を持たれています。そして背中から、あっと膝落とした、膝攻撃であります。トップロープを利用して全体重を乗せます。120キロ、 AWA 第13代の世界チャンピオン、あの帝王バンガニアを3年4ヶ月前に破りました。長いチャンピオン生活であります。さあそのチャレンジャーのジャンボ鶴田がリングの外に転落であります。表情が見えました。この流れですとまだまだこの両選手どちらが1本目取るか分かりませんね。そうですね、ジャンボも休まずにどんどん行くといいんですがね、しかしチャレンジャーのジャンボ鶴田、冷静に、ここは冷静に時間を計ってリングの中に登場であります。エプロンです。トップロープを利用しています。エプロンサイドの攻撃があるぞ。しかし体チョップだ、伝家の宝刀であります。師匠ジャイアント馬場伝授の体チョップ、ダブルチョップ、行くぞジャンボ。大きな声援になります。大きな声援、ここでダッシュ攻撃をかけます。ダッシュの攻撃、スタンピング、スタンピング、一回腕をひねって対角線上に飛ばした。そしてあっと、これは自爆です。惜しい自爆、痛い自爆、これはたまらない。大きなため息です。ニール・ブレイゼルセンター
歓声はジャンボ鶴田の大きなため息。チャンピオンです。チャンピオンがその痛めました右の膝にストンピング攻撃、ストンピング攻撃であります。惜しいところでチャンスを逃しましたジャンボ鶴田、すかさず痛めました。はい、4の字を気をつけなきゃいけないですね。なるほど、4の字固め、あるいはコブラツイスト、そういったオーソドックスな技が得意であります。膝を落としました。痛いところで自爆でありましたジャンボ鶴田、しかしチャンピオンのニックボックウィンクル、なかなか冷静にそしてずる賢いファイトを展開しております。ここで AWA 世界タイトルマッチ30分経過したところ、足4の字固めに入った、足4の字固め、しかしジャンボ鶴田が両腕でニックボックウィンクルの左の足を押さえております。これはここで4の字を食うとダメですよね。あーっと入りました、足4の字固めであります。あーっと頑張れ頑張れジャンボ鶴田頑張れ、しかしリングの中央であります。ポジション的には不利だ不利だ、がっちりと4の字固めが入った。2本目を考えるとどうですか山田さん。ギブアップした方がいいです。なるほど、これはね、なるほど、上行ってますからね、はい、ニックの足が危ないぞ、がっちりと、これは45度の角度ということはもうがっちり入っているわけですね。しかし90度1回転、こうなりますとチャレンジャー有利。さあどうだ、いや回れませんよ、回れない、膝がね深く入ってるんですよ。長いぞ、この足4の字固めは長くなっている。まもなく1分ぐらいになろうとしていますが、さあ体を入れ替えた、入れ替えました、足4の字固め。しかしチャンピオン得意技、得意技であります。もうどうですかね、アスクヒムと言ってますね、膝の上まで行ってますからね。2本目を考えると、2本目、あっとここでギブアップですね。1本目チャンピオンのニックボックインクルがジャンボ鶴田を破って先勝しています。しかしダメージの方はジャンボ鶴田かなり残っているようですが、1本目右手を上げられました、チャンピオンが先勝であります。ニックボックインクル AWA 世界ヘビー級タイトルマッチチャレンジャーのジャンボ鶴田から1本先取であります。31分28秒、長い1本目でありました。足4の字固めでチャレンジャーのジャンボ鶴田からチャンピオンのニックボックインクルが1本先取であります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送はハワイホノルルのニールブレイドルセンターより日本のファンの皆様にお送りしております。 AWA 世界ヘビー級タイトルマッチ、勝負の方は2本目に入ります。ハワイホノルルのニールブレイドルセンター、ハワイにふさわしいオレンジ色の明るい太陽のカラーのボックスシートにお客様が座って、先ほどから大声援を日本の鶴田に送っています。まあ、馬場さん、はい、日本で鶴田と戦った時には見せなかった切り札であります足4の字固め、またも入りますね。1本取りましたけれども、これ入るとですね、はい、非常に深く入るんでですね、取れないんですね。入るのはねそんなに早くないんですよ、早くないんだけど、入っちゃうと非常にそのきっちり締まるもんですからね、もう入ったらもうギブアップですね。まあ、2本目もすかさずこの鶴田の両足を狙って足4の字固めで、まあ、2-0 で勝負をものにしようというそういう攻撃ですね今のは。それはそうでしょうね、だからもう入られようとしたらもうジャンボもあれですね、髪の毛引っ張ったり殴ったりやっぱしなきゃいけないですね。なるほどね、ジャンボ鶴田の、はい、あれですね、ちょっとかけられた時に、あまりにも我慢しすぎたというマイナスポイントがここで出てしまってますね。あ、やはりもうあれだけ深く入られた以上、はい、思い切って諦めて、もっとダメージが少ないうちにギブアップしてしまった方が結果的には結果論ですが良かったかと思いますね。うん、今ベルが鳴ってもちょっと鶴田君動けないですもんね。そうですよね、がっちりとこのジャンボ鶴田の右の膝、先ほどから攻撃目標に捉えたまんまであります。まあ、このリングの大きさというのも、まあ、過去このチャンピオンのニック・ボックインクルはハワイのリング上でバンガニア、あるいはビル・ロビンソン、レイ・スティムス、そういった人とのシングルの世界タイトルで防衛などもしておりますので、もう熟知していますよねリングの大きさなどはね。はいはい、その辺のものは
チャレンジャーのジャンボ鶴田どうでしょうか。耳そぎチョップです。左の腕を添えておいて右手の耳そぎチョップ。ジャンボ鶴田これは珍しい攻撃。山田さん、日本のリングでも耳そぎはないですよね。ないですね、はい、もうやっぱり相当苦しいから必死の反撃なんでしょうね。師匠ジャイアント馬場譲りの耳そぎチョップ。さあここでスタンディングポジション、スタンディングポジションを取りました。そしてナックルパンチ攻撃、ベアナックルであります。これは反則でありますけれども、この辺はもう燃えております。レフリーのウォーリー堤が注意を与えますが、その辺はラッシュカバーに入った。カウント2払いのけましたチャンピオン。さあここでトータル時間ですが40分経過ということで残りはあと20分。まあ、ジャンボ鶴田は早い機会にまず1本返さなければなりませんね。そうですね、もう何としてもね、はい、1本取られてますからね、もうタイに持ち込むことが先決問題ですね。ロープに飛ばした、どうだタックルだ。両選手とも倒れた。チャンピオンとチャレンジャーが倒れました。チャンピオン金髪のニック・ボックインクル、そしてチャレンジャー今立ち上がります。ジャンボ鶴田どっちが早く立ち上がるか。ジャンボ鶴田頑張れ。ジャンボ鶴田がちょっと遅れたが足を取った、両足を取って、さあボストンクラブ、ボストンクラブの体勢に持っていくぞ。歓声が起こり上がります、歓声が起こり上がります。ニールブレイゼルセンター、日系のお客さんも多く詰めかけております。さあ逆エビ固め、ボストンクラブがっちりと腰を落としました。馬場さん、これはどうですか。そうですね、もうジャンボの足が傷んでますからね、はい、これまだそう、力が入らないでしょう、はい、今の体勢でやっとチャンピオンが両胸をつくようになりましたね。そうですね、もうこうやってほらロープへ逃げていきますでしょう、チャンピオンはね。ゆっくりとサードロープに近づいています、ジャンボ鶴田そこで踏ん張りたいところ。放送席の目の前、ニック・ボックインクル、チャンピオンが腕を伸ばします。あっとがっちりとここで左の腕をサードロープにかけました。この辺が長いキャリア、そして3年4ヶ月世界のチャンピオンに君臨している、そういったテクニックであります。やはりねジャンボの方がパンチ力ありますからね、パンチで攻めた方がいいですね。そうですね、いわゆる破壊力から考えますと今上り調子、若き二冠王、インタータング6回防衛、 UN7 回防衛の27歳、ヤングチャンピオンのジャンボ鶴田の方が破壊力があります。サードロープに胸を出していますニック・ボックインクルに必要に攻撃を見せました。チャレンジャーのジャンボ鶴田ちょっと右の膝が痛いようであります。右の膝、ね、はい、たたってますね。相当あの攻撃されたところが今攻撃してるんですが、まだ力が入らないですね。セカンドロープにいるニック・ボックインクルの背中に攻撃だ。これはいい、あの背中を攻撃するのは効果的ですね。馬場さん、この積極的な攻撃ですね。そうですね、はい、やっぱり足が痛いような格好してますからね、ジャンボまだ。しかしこの攻撃でチャンスをつかみたい。なんとか2本目を取って勝負を3本目に持ち込みたい。世界の壁を破りたい。ジャンボエルボーを落としました。右足でポーズを取りましたが、これはちょっとそのマットの振動が伝わってきているようであります。さあどうだ、やっぱりエルボーパンチ、もうこれ専門の方がいいですよ、これでラッシュ攻撃をかけた方がいいわけですね、そうですね。さあどうだ、チャンピオンのニック・ボックインクルが倒れている。お客様はどうですか、山田さん、イケイケジャンボ鶴田という感じですね。そうですね、はい、ほとんどねジャンボへの応援一色ですね、はい。まあ、あの不思議なことにチャンピオン、世界チャンピオンのニックなんですが、長い間チャンピオンに君臨していながら、さあどうだ、バックを取ったぞ、何に持っていく、アトミックドロップ、アトミックドロップハイアングル、しかし痛めました右の膝、右の膝が痛い。腰のダメージはどうか、これはどうですか、痛めました右の膝。やはりね、あの思い切ってアトミックドロップ行ったんですが、自分の膝を落としたところで、今度膝のダメージが響いてますね。もうこのね、もう本当にもうこの辛抱してね、はい、もう一発やんなきゃダメです。ここで辛抱が大変、大切だということですね。さあ痛い言ってられないですね、痛いとか言ってられない、やっぱりね1本ぐらい取ってもらいたいですからね。なるほど、さあコブラツイスト、コブラツイストを見せました。13代 AWA 世界チャンピオンにコブラツイストを見せたジャンボ鶴田、ギブアップに持っていきたい。
痛めました右の膝、踏ん張るときにかなりきますね。そうですね。あしかしね、これも、またロープですね。またもやセカンドロープです。まあ、いいですね。実になかなか本当にずる賢い、ポジションを常に考えている、頭の中に入れております。第13代もう引きずり出してね、もうやっぱり引きずり出してまたかけなきゃダメですね。はい、しかしこうして見るとですね、はい、あの秋田でやってる時と全然違いますね。全然違いますね。もう本当にね、自分の力というものをね、やっぱり自分のホームリングみたいなもんだから出してますね。まあ、あの時はですね、6割7割方ジャンボ鶴田が押していて、技もほとんど出さなかったんですよね。あの時分にね、ジャンボというものをよくその見てたような試合でしたよね。なるほど、リサーチが行き届いています。45分が経過という原郡司全日本プロレスリングアナウンサーの声が今ニール・ブレイゼルセンターに流れました。残り時間は15分、なんとか早い時間に2本目を返して勝負を3本目につなぎたいジャンボ鶴田。髪の毛を持ってまたもやロープの外、セカンドロープとトップロープの間からジャンボ鶴田がリングの外であります。ダメージの方はどの程度でしょうか。下はコンクリートですからね。床がこのコンクリートのセメントということでありますので、外に放り出されますと非常にダメージが濃くなっています。そしてエプロンにジャンボ鶴田の額のあたりを掴んで攻撃。さあ足を引きずり、そしてセカンドのこのセコンドのところからロープに手を入れて中に入りたいところ、まあ、エプロンもずっといたまんまチャンピオンの攻撃を受けています。表情を見ただけですけど、山田さんどうですかね。いやちょっと苦しそうですね。なかなか苦しそうです。今あの頭を 2,3 発蹴られましたからね。はい、そしてまだ足は引きずったままですね。そうです。まだ左右の膝をねかなりカバーしてますね。倉持アナウンサーからレポートが入りました。やはり両膝をかなり痛めている。顔面へのパンチ攻撃もなかなか受けたまんまであります。ジャンボ鶴田らしい空中殺法、4つのスープレックス、そういったものは見られません。昨年秋田で戦った夢のスペシャルマッチ、ああいった試合でのジャンボ鶴田らしい技はまだ一つも見られません。本当にそういう技を出させませんね。またもやエプロンです。ジャンボ鶴田の髪の毛を持って攻撃、そして赤い鉄柱のそばに来ました。鉄柱攻撃を見せるか、いやブロックした、左の腕でブロック、そして右のこれは空手チョップ、右の空手チョップ頸動脈の当たりに決めた。そして青い鉄柱があるぞ、何を見せるかジャンボ鶴田、一本を取られています。さあ空手チョップだ、怒りの空手チョップ胸板に炸裂。ジャイアント馬場師匠ゆかりのジャイアントのその空手チョップであります。さあやるぞというふうにリングの中に戻ってきた。痛めなきゃダメですよ、もう痛めなきゃダメです。ああいう形よりもダッシュ攻撃を見せなければいけないわけですね。ストンピング、胸板にストンピング、ダブルチョップ、ダブルチョップ、そしてまだチョップだ、チョップチョップ、腕を一回転、そして持っていったぞ、先ほどはここで自爆した、冷静に考えてほしい。やはりこういったところで自爆は怖いですからね。ダブルチョップだ、胸板に炸裂、いいぞ、右の膝を引きずっていますがカバーに行った。しかしどうだ、ポジション的にはいやカウント中で払いのけました。ロープに逃れません。レフリーのウォーリー罪、まあ、残り時間が20分を切っている、早い時間になんとか2本目を返さないと世界の壁が破れません。コーナーマット最上段、チャンピオンの額を持っていきます。ダブルチョップだ、そして今度はチャンピオンのニック・ボック・インクルがリングの外にジャンボ鶴田のダブルチョップで放り出されました。これはいいダブルチョップですね。そうですね、思い切った攻撃でしたからね、はい、ちょっとロープにもつれて打ちましたね。攻めるときにでも一気に攻めなきゃダメですね。
しかしですね、リングの中でジャンボ鶴田は倒れたまんまなんですよね。おっと、あっと眉間が割れました。左のこめかみでしょうか。チャンピオン、ここで一気に行かなきゃいけないです。ジャンボチャンピオン失血であります。さあこの失血をうまい具合に2本目勝利に結びつけたいジャンボ鶴田。白い顔、そして金髪にチャンピオンのニック・ボックインクル、赤い流血が流れております。さあその傷のあたりに雨あられとパンチ攻撃、大きな歓声です。ニール・ブライデンセンターのお客様、さあ2本目なんとかこの歓声に応えたい。なんとかこのジャイアント馬場選手と一緒にベルトを日本のファンの皆様に持って帰りたいと言っていましたジャンボ鶴田。残り時間が10分、長いタイトルマッチ、すでに1本目を紹介いたしまして、1本目はチャンピオンのニック・ボックインクルが取っています。殿下の宝刀足音の字固めでジャンボ鶴田から1本を取っています。はい、そうそう、こうコーナーに、ね、ぶつければね、頭の血が出るんですからね、どんどんやらなきゃダメです。どんどんこのチャンピオンは流血をさせなければいけませんね。そうです。そしてその中からなんとか2本目の勝利の糸口を掴んでほしい。さあ人間風車、人間風車出ました。ドリーファンクジュニア直伝、カバーに行った、カバーに行った、どうだ、あーっと、これはチャンピオン執念で払いのけました。やっと見せましたね、大技一発。そうですね、やっぱりこうやって痛めなきゃダメですね。はい、そして足音の字固めであります。足音の字固めに入った、ポジション的にはロープまで遠い、時間がほとんどありません。ちょっとね、コブラツイストでね、まだ甘いからもう少し思い切ってひねった方がいいですね。そうです、がっちりとコブラツイストに入っています。膝をつかしちゃってですね、はい、もう少しね立たしたままひねりたいですね。いやでもいいですよこの体勢、ずいぶんねじれてますからね、はい、このまま離さなきゃいいんです。このまま離さない、このまんま、このコブラツイストがっちりと決まっている。ぐーっとコブラツイストのまま、チャンピオンのニック・ボックインクルから2本目を取りました。やっと取りました。人間風車から糸口をつかみまして、2本目ジャンボ鶴田がコブラツイストでニック・ボックインクルから2本目勝利をつかんでいます。2本目13分52秒耐固めでジャンボ鶴田が勝利を取っております。いや、人間風車で大技一発糸口を掴んでからのコブラツイストは早かったですね。そうですね、それでね、最後はねもうほとんどチャンピオンのニックの首が決まった状態でしたね。勝負の方はいよいよ3本目に持ち越されます。AWA 世界ヘビー級タイトルマッチ、日本の期待ジャンボ鶴田が2本目を取りました。いよいよ勝負は3本目に入っています。残り時間は9分30秒、早い時間で3本目を決めなければなりませんが、チャンピオンの出血がかなりひどいようですね。思い切ってね、この出血をね、自分の方に有利に持ち込むためにですね、どん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 キックとかパンチやった方がいいですね。しかし馬場さん、このムード的にはですね、ジャンボ鶴田の方が2本目を取ったということでかなりいいですね。そうですね、でもあと9分しかありませんからね、はい、ああやってね構えてるのがいけないんです、行かなきゃいけないんです。なるほどね、はい、こうやって時間を稼いでいるというふうにチャンピオンのニック・ボックインクルは見えますね。ですからね、ジャンボはそれにつられてね、はい、どうだ来い来いって言ったってね、自分で行かなきゃいけないんです、はい、なるほど、怒涛のようなラッシュが今の鶴田には必要だという放送席の馬場さんであります。さあパンチの応酬、出血いたしました眉間のあたりにジャンボ鶴田の今度はチョップだ。両選手膝を立てての攻撃であります。またもやパンチ攻撃、さあ胸板からキャンバスに沈みました。チャンピオンであります。
第14代の AWA の世界タイトルチャンピオンジャンボ鶴田誕生するか。勝負の方は3本目に持ち越されています。大きくスイングを取ってのパンチ攻撃、やっと2本目でこの大技、人間風車そしてコブラツイストという技でチャンピオンから1本を返しましたんで、この後は怒涛のような攻撃が必要であります。ああやって両膝をついて、またロープに逃れている。非常にこの時間稼ぎ、まあ、最悪でもチャンピオンの場合はドローでも防衛ができますからね。そうです。ですからね、もうこうやってね、真ん中にジャンボが連れて行ってですね、やらなきゃいけないですね。もうボンボンパンチパンチで行かなきゃダメです。さあそこでまたもや人間風車の体勢であります。そしてさあドリルはホールパイルドライバー、ゆっくりとチャンピオンの脳天食い打ちであります。カバーに行きたいところだ。カバーに行きたいところだ。レフリーのウォーリー堤がカバーに行けというそういうジェスチャーでありますが、カバーに行った。カウントはどうか。さあどうだ。カウント3、あっと入りません。ニューチャンピオンはまだです。カウントは2。やはりね、チャンピオンのニックボックインクは流血してグロッキーのようだけれども、まだまだ力を残してますね。そうですね。今このキャンバスのジャンボ鶴田選手と馬場選手が顔が合いましたね。はい、もう行け行けと言ったんですよね。行けというサインですね。そういうサインを出しました。ダイアント馬場選手、そう、真ん中で真ん中で、はい、痛めました額のあたり、出血したあたりにパンチ攻撃であります。ほとんど時間がなくなってまいりました。 AWA 世界ヘビー級タイトルマッチ、エルボードロップを見せました。エルボードロップであります。長い試合になりました。またもやエルボードロップ連続攻撃。さあこの後どういった攻撃を見せるか。カウントは不十分であります。あとこれは滝むしりですね。あとそういったところでまたレフリーのブラインドをついて攻撃。残り時間が5分であります。残り時間が5分。チャンピオンのニック・ボックウィンクルの腰のあたりにストンピング、ストンピングであります。強烈なストンピング、攻めなきゃいけないです。どんどん攻めなきゃ、攻め続ける、あとの5分死に物狂いで攻めつけなければならないといったそういう声があります。さあ肩エビであります。逆肩エビ固め。本日のこのハワイホノルルニールブレイドルセンターからのプロレス中継はハワイでプロレスを放送しておりますチャンネル 9KGMB テレビの協力をいただいて放送しております。さあバックを取った。そのままコンアトミックドロップ。痛めた右の膝、痛めた右の膝。やはり痛くても自然にこういったんですね。いやもうそれでねカバーに行かなきゃいけない。なるほど。さあ残り時間が4分。ロープに飛ばした。そして2本目を取ったコブラツイスト、2本目を取ったコブラツイスト。行ったぞ、決まったぞ。さあどうか。絞り上げます。チャンピオンのニックを絞り上げます。金髪、そして鮮血長いの髪の毛が揺れ、レフリーの暴行ですね。レフリーの暴行であります。レフリーへパンチ攻撃でありますが、さあこれはどういう判定が下るでしょうか。まだグラウンドでコブラツイストが決まっています。グラウンドでコブラツイストが続いています。レフリーはこのグランドコブラツイストのジャンボ鶴田、そしてニック・ボック・インクルを分けさせようとしていますが、ベルを鳴らすようにレフリーのウォーリー・堤が指示を出しました。先ほど山田さん、あれはレフリーの暴行のようですね。そうですね。なんかあまりにコブラがかかって、苦しさのあまり突き飛ばしてしまったと。なるほど。いうような感じですよね。そうしますとレフリーのウォーリー・堤はですね、チャレンジャーのジャンボ鶴田の手を挙げています。ジャンボ鶴田やりました。ジャンボ鶴田やりました。世界チャンピオンを破りました。 AWA 世界チャンピオンを破りました。いやいや、はい、ね、もうニックがですね、苦しさのあまりに防衛、自分のチャンピオンを防衛するために行った手段ですよね、今。さあ勝負の方はタイトルマッチ60分3本勝負、2対1でジャンボ鶴田がチャンピオンのニック・ボック・インクルを破りました。リングの中央ではロード・ブラース会長がこの PWF、 いや
AWF のベルトを AWA のベルトを持っています。 AWA の世界ベルトを持ってレフリーのウォーリー包みに何やら先ほど話をしましたけれども、さあどういった判定が出るものでしょうか。今 のレフリーのウォーリー包み声を聞きますとね、はい、チャンピオンはまだニックだと言ってますね。なるほど、やはりこの AWA の世界タイトルマッチは反則では、なるほど、反則ではタイトルが移動しないということですね。そうですね、あ倒れましたグロッキー状態のニックのその腹に AWA のベルトが置かれています。ひとまずタイトルの方は反則負けでありますけれども、勝負には負けていますがタイトルに防衛しています。しかし歓声は勝負に勝ちましたジャンボ鶴谷、大きな歓声が上がっています。全日本プロレスの原郡司リングアナウンサーも心なしか、心なしかやはりこのジャンボ鶴田がタイトルを取れなかった、反則ではタイトルが移動しないというそういうアナウンス、元気がなかったですね。そうですね、これはね、もうこれだけジャンボが最後に攻めていってもですね、はい、チャンピオンがこういう手段を取ってですよ、チャンピオンの防衛ということができるんですからね。はい、まあAWA の世界タイトルにジャンボ鶴田挑戦したのが初めて、非常に悔しそうでありますけれども、まあ、ぜひチャンスがありましたらこれを実績としましてですね、馬場さん、また次回にチャレンジしてほしいですね。そうですね、僕は今ね思い出しました、昔ね、僕とね、僕はジン・キニスキーの NWA の挑戦した時にですね、ちょうどこんなようなシーンがありましたよ、はい、幻のチャンピオンという時ですね、まあ、そういったその幻のチャンピオンという声がぴったりしますリング上のジャンボ鶴田であります。お客様に両手を上げて歓声に応えています。よくやりました。しかしタイトル非常に無念であります。ぜひ AWA 世界タイトル次回また挑戦をしてほしいものであります。ハワイホノルルのニールブレイデルセンターから、勝負の方は AWA 世界タイトルマッチジャンボ鶴田が勝ちましたが反則勝ちということでタイトルはニックボックインクル防衛であります。